こんばんは。おやすみラジオの佐藤真奈です。今日はタイトルにもあるように恋をしているリスナーさんをどん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 応援していこうというラジオにしていきたいなと思います。私も頑張って応援していきたいなというか、いろいろね、自分なりに考えたいなと思うんですけど、私だけじゃ役不足というか、何事においてもリスナーさんの方が詳しかったりするので、ぜひ力を貸してほしいなと。ぜひね、みんなで力を合わせて、何かアドバイスあったり応援があればコメント欄で一緒に応援してほしいなと思います。よし、それでは皆さんの恋を応援するおやすみラジオスタートです。では、1通目のお便り読んでいきます。ラジオネーム、好きな食べ物はお餅さんより。マナさん、こんばんは。こんばんは。いつもマナさんの声に癒されながら動画見ています。自分は社会人の男です。早速ですが、自分は今髪を切ってもらっている美容院の店員さんのことが好きです。4、5ヶ月ぐらい前にその美容院に行った時、その店員さんに切ってもらって、自分は女性と話すことが苦手なんですけど、その店員の方とはお互いの知り合いの友人もいて、喋りやすく、地元で一つ年上の方だということが分かりました。髪を切り終わった後、勇気を出してインスタを交換してもらうことに成功しました。それからDM で当分会話した後、LINE 交換してくれませんかと聞いてみたところ、お客様とはインスタしか交換してなくてごめんと言われ、悔しくてその時に、もし今以上に仲良くなったらいつかご飯行きましょうと言ったら、その時は行きましょうと言われ、諦めきれず、それからも2回ぐらいその人に切ってもらって、話も弾んでやっぱりいい人だなと思いました。しかし友達から、店員だから長く話を続けているだけだよと言われたり、自分も考えすぎな性格なので、こんなこと聞いたらしつこいかなと考えてしまいます。マナさんに相談です。今以上に仲良くなるにはどうしたらいいでしょうか。マナさんが逆の立場でしたらどう思いますか。質問大変長くなってしまいすいません。最後まで読んでもらいありがとうございました。お体に気をつけてこれからも頑張ってくださいとお便りいただきました。好きな食べ物はお餅さん、ありがとうございます。美容師さんが好きということで、今以上に仲良くなるにはどうしたらいいか、難しいですね。お客さんとして以上の価値みたいなのをアピールするとかかなって思いました。今ってお店に行って髪の毛切ってもらって、その分のお金を払うっていう、まあ当たり前なんですけど、そういうね、お客さんっていう立場じゃないですか。で、お金を払う、髪の毛を切ってもらう以上の関係になるには、そのお金を払う以外のメリットというか、プラスの要素がいるのかなと思って、それがね、何もしなくても顔とか容姿がいいっていうプラスで合点することもあるだろうし、なんか話していく中での人間性みたいなのでプラスされていく場合もあるでしょうし、こう単にお金持ちとか、面白い経験とか趣味があって、そこでなんか引きつけるとか、そういうのでなんかお客さんっていうより一人の人間として気になるなとか、あ、それは好きな食べ物はおもちさんとじゃないと経験できないことだろうから、一緒に行ってみたいなとか、なんかそういうお客さんっていう枠を超えるような
ものを提供できるといいのかななんていうふうに考えました。うん。私が学生時代、居酒屋さんで働いていた時のことを振り返ると、やっぱり若い子が働いてたら声をかけられることって多いんですよね。その会社の上司だったりとか、同僚が、さっきからこいつが佐藤さんのこといいいいいいって言ってて、こいつ全然彼女できないから、ちょっとデートしてやってよみたいな冗談っぽいのから、割とね、ガチというか、こう一人で飲みに来て、連絡先を渡してくるタイプの人から、いろいろいたんですけど、その、デートとか、もろ恋愛対象としてどうですかみたいな風に言われるとどうしても構えちゃうというか、それをなんかいいですよみたいに受け入れちゃったら、あんまりね、そのよく知らない人と最初からそういう雰囲気で男女として接しなきゃいけないじゃないですか。なんかね、それって結構好意を持ってないと難しいなーって私は思うんですよ。で、そういう感じよりかは、なんだろう、なんか気に入ったから一緒に遊ぼうよみたいなスタンス。え、いいね、仲良くしようよ、今度遊ぼうよくらいの感じの方が、ガードが緩くなって仲良くなりやすいのかなって思います。なんか私は実際、ウェイクボードが趣味なんだけど、友達が船持ってるから、毎週、週末、何々川でウェイクボードやってんだけど、今度来ないみたいな。バーベキューとかもやってるしさ、友達と遊びに来なよ、みたいな風に言われた時は、正直に友達と遊びに行って、そこで仲良くなったりとか、スノボ好きなんですよね、みたいな。話をしてきて、冬になるともう毎年20回ぐらいは行きますよみたいな、めっちゃ楽しいですよ、連れてきますよ、任せてくださいって言われたら、なんかちょっと、あ、行ってみたいかもって思いません？なんかそんな感じで、なんかガードが硬いタイプの人には最初から1対1のデートみたいなの申し込むんじゃなくて、何か興味を引きつけて、それを一緒にやりませんみたいな、連れてきますよとか、今度みんなで〇〇やるんですけどどうですかみたいな風に誘って、まずお客さんのフィールドじゃないところに連れて行って、そこで仲良くなるみたいな手もあるのかなっていう風に思いました。そう、やっぱり、まずはお友達から仲良くしてくれませんかみたいな誘い文句ってあると思うんですけど、でも、やっぱ違うじゃないですか。誘われる側にとっても、違うなと思うし、誘う側も違うじゃないですか。なので、なんか、こう、友達というか、自分のフィールドに、引っ張ってくるようなイメージで、そこで仲良くなって、もっと好きな食べ物はお餅さんのいいところを知ってもらったりとか、距離が縮められるといいのかななんて思いました。どうでしょうか？お餅さんの恋応援しております。頑張ってください。では続いてのお便りです。ラジオネームピエロさんより、こんばんは、高2の男子です。いつもマナさんの動画楽しみにしています。早速ですが恋愛の話です。僕は同じクラスに共通の趣味かっこ K-POP カンドラを持つ好きな子がいます。しかしお互い共通の趣味を持っているということは知っているのですが、僕は女子と話すのが苦手で、授業のグループワークで少し話したことがあるくらいです。休み時間に話しかけたいのですが、
お互い同性の友達と常にいるのと、クラスの人にも好意がバレたくないので話しかけられません。唯一インスタはつながっているのですが、僕も向こうもあまり投稿しないので話しかけるきっかけがありません。僕は恋愛経験がなく、こういう時どのように話しかければいいかわからなくて辛いです。できればマナさんのアドバイスが欲しいです。語彙力なくて申し訳ないです。ここまで読んでくれてありがとうございます。寒くなってきたので、マナさんもお体に気をつけてください。とお便りいただきました。ピエロさん、ありがとうございます。なんか、青春って感じで、いいですね。休み時間とか、クラスの人に好きな気持ちがバレたくありません、みたいなのが、なんか、いいなぁと思って、同じクラスっていうことは、ちょっとね、1ヶ月ぐらいタイミングを待ってたら何かしらチャンスって回ってきませんけ？その言ってたね、グループワークみたいなのだったり、なんかの班というかさ、掃除なのか何なのか、もうまださ、高校時代が大昔すぎて小中高大で言ったら、なぜかね、高校が一番記憶がないんですよ。高校生活ってどんなんだったっけなーって思い出せなくて申し訳ないんですけれども。でもなんかがっつりした休憩時間っていうより、授業と授業の合間の休憩みたいなのってあるじゃないですか。で、それって、私の記憶では、あんまり、こう、席を立ってまで、友達に話しかけに行くとかっていう記憶はなくって、割と、席の近くの人と喋ったりとか、まあ、寝てたりとか、ちょっとね、準備したりとか、携帯触ってたりとかしてたかなって思うんですけど、席がね、近くなると、いいですよね。そういう時になんかカジュアルに話せるようなラッキーを願いつつ、その共通の趣味が K-POP っていうのはすごく強いなというか、結構いいなっていうふうに思って、その強みを活かしていきたいですよね。K-POP って誰でも知っているっていうようなものじゃないじゃないですか。好きな人は知ってるよみたいな話題だし、K-POP って日本のアイドルとかアーティストの仕事があったら出ますよみたいなスタンスじゃなくて、新曲のリリースに合わせてこう活動していくので、話題として結構話し出しやすいのかなと思って、あんまりその女子がとか恋愛がとかって考えすぎずに、単純に好きなことを話すみたいな気持ちで話しかけに行ってもいいのかなって思いました。なんか、カムバするらしいねとか、ティザー見たみたいな、そんな感じで、周りになんか言われても、共通の趣味っていう口実もあるので、好きな人、違うな、好きなものを話せる相手がいるって嬉しいことなので、なんか、相手の女の子も K-POP について話せる人がいて嬉しいんじゃないかなって思いますね。うん。あとはその好きな女の子だけ狙い撃ちで話しかけに行くっていうより、他に K-POP とか韓国のドラマ好きな子いたら、その子たちも含めてそれぐるみで話してみたりとか、こうみんなで話してたらそんなにね、好きっていうのがバレるみたいなのもないと思うので、ある程度そこでみんなで仲良くなれたら、LINE を聞いて、そこからその子にピンポイントでアピールするのもいいのかなって思いますし、うん、好きな人は好きな人だけど、共通の趣味というか共通の言語があるのはすごくいいなと思うので、そのね、K-POP、カンドラっていうのを共有するような感じで仲良くなって
言ったらいいのかなって思いました、応援しています。ピエロさん頑張ってください。さて、続いてが最後のお便りになります。ラジオネームルイ・フィリップさんより、マナさんこんにちは、ルイと申します。元気ですか？こんにちは、ルイさん、元気です。毎回マナさんの声を聞くと勉強になる。発音はとっても聞きやすい。ありがとうございます。日本人じゃないから日本語うまくないんですけど、マナさんのアドバイスが欲しいです。2年間前は日本に住んだ。その時は素晴らしい女の子に会った。5回デートに行きました。毎回楽しかった。お互い本当に幸せだったので、半年前に国に戻りました。戻ってから毎日彼女と LINE をする。俺は彼女のことが本当に好きです。彼女も俺のこと好きだそうです。ある時は2024年にお互い独身だったら一緒にオリンピック行きましょうと、彼女は別荘に行った時、俺に写真を見せて、日本に戻ったら一緒に行きたいって言った。問題は遠距離恋愛です。彼女のこと本当に好きだけど、彼女の幸せは重要です。俺は2023年日本に戻るつもりです。今または2023年に彼女を愛していると言うべきですか？めちゃくちゃ困ってる。今言うと遠距離恋愛になったら彼女には辛いかもしれないけど、2023年になったらもう彼氏いるかもしれない。ありがとうございます。うまくない日本語ごめんなさい、とお便りいただきました。ルイ・フィリップさん、ありがとうございます。どこの国から送ってきてくれたんでしょうね。日本語うまくないって書いてあるんですけど、すごく上手ですよね。母国語じゃない他の国の言葉で悩み相談するってすごく難しいかなと思ったので、一生懸命送ってくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、相談内容は遠距離の彼女、好きな人かな。で、彼女のこと本当に好きだけれど、彼女の幸せは重要ですっていうところが、ルイさんが本当に彼女が大好きで大切に思ってらっしゃるんだなっていう風に感じて、素敵だなっていう風に思ったんですけど、なんか私は今愛しているっていうのを応援したいなって思いました。私は恋愛はタイミングが一番大切だなっていう風に思っているので、ルイさんの言うように2023年2年後もう彼氏ができてる可能性って結構あると思うんですよ。で、今お互いせっかく惹かれ合っているので、彼女もルイさんのこと好きって言ってくれてますもんね。でもお互い遠距離でまた会えるまで付き合う自信ないなとか、会えない間彼女を縛っちゃいけないなとか、寂しい気持ちにさせたくないなみたいな、ルイさんの優しさなのかもしれないんですけど、その気持ちもわかるんですけど、でも私は結構その問題は問題になってから考えれば、その時に解決すればいいなっていうふうに思うタイプなので、まずはね、こう前に進んでみて、付き合ってみて、問題が出た時に、そうなったらその時の対処を考えるようにしたらいいのかなって思いました。だから今愛しているって伝えて、なんか恋愛をスタートさせて前に進んでほしいなって、それを応援したいなって思いました。多分ルイさんや彼女の
不安に感じていることって、やっぱりどこかのタイミングで寂しいとか会えないことに対して辛くなるっていうのは絶対出てくると思うんですけど、その時にどういう言葉をかけようかなとか、何ができるかなとか、何をしたら一番伝わるかな、何をしたら一番喜んでくれるかなとか、そういうふうになんかプラスに前に前に考えていけたらいいなぁと思って、こう時間ってどん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 進んでいくので、ステイみたいな、現状維持みたいな気持ちでいると得策ではない気がして、だからこそね、ルイさんもどん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 前に進んでいってほしいなぁと思って、うん、私は迷うことないよって、不安かもしれないけど絶対2年後日本に行くし、絶対その間も幸せにするから付き合おうっていうのがいいかなって思いました。そうやって言われたら嬉しいかな、うん、絶対幸せにするよって、だから絶対待っててねって言われたら結構女の子はキュンとくるんじゃないかなと思います、うん、すごく応援しています。ルイさん頑張ってください。ということで、今日は恋をしている3人の方の恋を応援してみました。おやすみラジオリスナーみんなで応援していきたいですね。またいい報告が聞けたらいいなって思います、うん、ということで今日のおやすみラジオもお別れの時間となってしまいました。眠くなってきたでしょうか。もう来月にはクリスマスもありますから、どうですか皆さんはどんなクリスマスになりそうですか。私のことは聞かないでください。いや、恋をするのも素敵だし、一人で過ごすのも家族で過ごすのも素敵ですからね。自分が何が好きかってね、自分が好きな環境だったりとか、自分が好きな人、それは恋人っていうことだけじゃなくても過ごせたらね、自分の好きな形でクリスマスが過ごせたら、それは最高のクリスマスだって思いますよ。うん。ということで、今日のおやすみラジオはここまでとなります。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。ここまでのお相手は佐藤真奈でした。皆さん、いい眠りにつきますように。おやすみなさい。